どうも皆さんこんにちは、しーちゃんのりゅうです。ということで本日は後ろこれね、神風の家になっておりますが、今回は神風の家1週間なくなったり消えたり燃えたりするドッキリやっていこうと思います。最後にちゃんとねご褒美あげます、かわいそうなんで。ということで早速やっていきましょう。1時目、レッツゴー。バレないようにやっていかないといけないということで、まずクリエイティブにして、とりあえずね、あんまりバレにくいように木の感圧板、よし、こうだな、置いてやりましょう親切にまずちょっと撤去しますか、床、よし、こんな感じ。ここも撤去しますか。はい、そしてここを TNT で埋めるか。 TNT、 ほい、いや、ここも埋めるか。いくよ。はい、 TNT で埋めます。で、そして床はまあいつも通りの感じにして、最後ね、ここに感圧板を置いたら入ってきた瞬間に家爆発するドッキリです。まあこれでいいかな、これ絶対バレないからね、こんなもの。よし、じゃあということで1日目神風の帰りを待っていこうと思います。うーん、あっ、おっ、石炭もたくさん集まったしな。あっ、おい神風、よう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 こそしーちゃんで俺のおうちへなんか用があるのか。いや、別に用はないけど、神風なんかあれだね、工事現場の人だね。そうだ、俺様は今あそこの鉱山でたくさんテスとか石炭とか買ってきたとこだから。あ、ちっちゃいね、あの鉱山。あ、ほんとだほんとだ。なるほど。どうしたんだ。いや、別に何も用がないんだったら俺はそのままこのチェストの中にしまわさせてもらう。そうだね。あ、シューって言ってる、やばい、これ離れないと。こうして、あはははおい、神風、なんだよこれ。あ、鉄がなくなった。どうしてだよ、おかしいだろ。じゃ鉄あげるよ、鉄。はい、鉄うん、かわいそうだから。ほんとだ、うん。じゃあ神風、いいんだよ。え、何、まあ、頑張って2日目も作りな、家。じゃあバイバイ。2日目ってなったよ。さあ2日目になりましたが、おお、すごい、結構できてる。うわ、なんかめちゃくちゃ作業してる、家の周りセーブしてる。神風、おはよう。おお、しーちゃんねる、おはよう、よく来たな。え、すごいね神風これ。大変だった本当に。大変だったな。これは今頑張ってな、あれなんで、うん、穴埋めたりとかしな、修繕作業中だぞ。ああ、なるほどね。これマグマとか気をつけてね、これ地中にある木だから珍しい。まあそうだな、まあ、そんなねことはまあめったにないと思ってるから大丈夫だと思ってるけど。燃えたりしないのこれ大丈夫かな。まあどうだろう、しないんじゃね。あ、しない。あ、じゃあ2日燃やすか、これバレないように動作するか、これ。あ、オッケーオッケーオッケー、これをね、プシュッてやるだけやっています。ちょっと、やばいやばい、ここが火事になる。プシュッ、プシュッ、よし。もう家の中でやろう、これ。いくよ。プシュッ。うん、え、燃えてる？おい、ゲセ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 、これ。ゲセ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 。やばいやばい。あ、すいません。大丈夫か、神風。頑張れ頑張れ神風。ああ、神風諦めんだ、まだまだ大丈夫だ。ちょ、埋めてみこれを。埋めるああ、じゃない。ああ、急げ。あ、ごめん、投げちゃった。投げちゃった。やばいやばいやばい。あとやね。よし、まだ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 。おお、危ねえ。あったー。ぜひ上がってちゃいかー。神田さん、だからマグマに当たるって言ったやん。マグマなんてねえじゃねえかよ、どっからマグマ出てくんだよ。地中にある熱で焼けるのがあるんじゃない。噴火しねえよ、こんなとこでよ。噴火しないか。そうか、そうだよな。そうだよな。おかしいよ、あじゃあちょっと。じゃあちょっと木を恵んであげよう。神風かわいそうだから木いっぱいあげるよ。はい。あー、ありがとう、死んじゃってる。うん。助かるぜ、やっぱり。じゃあバイバーイ。もうちょっと、ぐちぐち
強化する必要性がありそうだね。それでは、3日目やっていきたいと思います。3日目そう、ただ3日目なんですけど、神風さん、すごいことになっております。なんかビルみたいになってる。あ、すごい、あいつ集めたんだ。おーい、神風、すごいなー。死んじゃってるか。よー、あいいよ。これすごいね、この家。おー、すごいだろ、死んじゃってる。見たか、これ。おすごいけど、ちょっと待って、すごいけどさ、これ。なんか、すっからかんだぜ。なんかすっからかんじゃねえか、俺期待してやったのによ。おー、いいだろう、でも、この家、なかなかね。おい、ちょっと、下に。一回行ったら抜け出せないトラップになってます。そうだよ、なんか入り口がな、間違えて作っちゃったみたいでね。あ、なるほどね。まだ進化途中といったとこだな。もうずっと作ってたんだね。そうだぜ、まあ新車でるから素材もたくさんもらったしね。あ、そうか、いっぱいあげたわ。それで、俺様の天才的な設計能力によりなんと、高層ビルが出来上がったんだぜ。なんかすっからかんだけどな。まあ、神風、木とかもうなくなってんじゃない？取りに行った。あ、そうなんだよね。もう鉄もね、新チャンネルから全部使っちゃったから新しいのを取りに行かないといけないんだよね。あー、じゃあ取りに行ってよ。あ、ちょっと鉱山行ってくるか、俺は。もう行ってくるわ、神風のために。よし、じゃあまたね。バイバーイ。行ったか、あいつ。おー、行った行った。そうだな、これはあれだな、コマンドブロックで消すか。うん、そうしよう。まず、コマンドブロックを自分のね、オッケー、コマンドで呼び寄せます、コマンドブロックを。そしたらコマンドを打っていきましょうね。範囲かなりデカめだから、まあデカめでやっていきましょう今回は。よし、完成。ちょっと待って、これどんくらいの範囲だろうな。こんな感じ。これシミュレーションで神風の家の床ですと、ここが。で、一緒の貫通も置いてバレないようにして、コマンドブロックも下に隠して、落ち。おー、オッケーオッケーオッケー。だいぶ消えたねこれ。ちょっと待って、この穴不自然だな。完璧に消えるかは分かりませんが、まあ頑張ってもらいましょう、コマンドブロック君にはね。どうしようこれ、ここか。じゃあどうせこのブロックも消えるんでね。よし、閉め閉め。ちょっとこれ踏まないようにしてと。で、扉もつけてあげよう。こんな感じ。できた、これ消えるんで。ちょっと遠くで見守ってるか。どうしよう、ここに見守ってよ。やばい、コマンドブロック、危ねえ。これ神風来る前に気づいてよかった。やったー、ダイヤモンド5個も手に入れちゃって、鉄ボキもたくさん手に入れたぜ。手に入れてますね。死んじゃってるとこかな。あ、俺に自慢しようとしてる。あれ、いなくね。ちょっとこれ見守ってる。いいじゃねえかよ。いや、しょうがねえ。でも羊見ろ、これ大丈夫。羊に自慢してる。あー、倒した。あー、倒す。あー、倒した。楽しそうだよね。このダイヤモンドでクワイを作って楽しい農業生活をしようかな。入るぞこれ。あ、やばい。あ、あれ、あれ、これ家どこだっけ。どうやった、何してんのあいつ。俺どこ、家がなくなったのかこれ。なくなったのかって言ってる。ちょっと待ってよ。探してる探してる、いろんなところ。テクテク歩いてますね。どこだっけ。わからなくなっちゃってる。あ、やばいやばい、上がってくる。よし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 。うん、カミカゼ、こんな穴掘ってすごいね。お、お、そうだろ、俺様が頑張って掘った穴だぜ。コマンドで消えただけなのに。てか家はおかしいな。お、家、そうだよな、家どこ行ったんだろう。撤去したのこれ。おー、いや撤去はしないけどな、俺様の最強の高層ビルやからな。俺なんでだ、あ、別の場所じゃないこれ。あった気がするんだけど、あ、別の場所か。わかんないわかんない。あれ、もうわかんなくなっちゃった。いや、もうおかしいんだよ最近。おかしいな、ちょっと頑丈な家作るために俺さ、補強石いっぱい持ってるからさ。うん、どんくらい欲しい、こんくらいあげる。それ、いやー、もう50作くらい欲しいかな。あ、まあしょうがねえ。じゃあ50作くらいあげるか。あ、ほんとに、おら、うん、すごい、すごい量欲しいんじゃねえこれ。なんか持てないね、俺は回収量。あ、ちょっとじゃあちょっと新しい頑張って作ってね。おー、バイバーイ。しーちゃんね、待ってくれよ。さあ、もうだいぶ時間経って次の日になったけど、おお。
あ、まあ一番簡単なタイプにしたんだ、神風の家今日。いいね、神風この家。おー、シーさんだね。なかなかいいお家やっただろう。いや、まあまあいいお家じゃない、これ。中はまだ未完成だぜ。まあまあ一日ではできないからね。いやー、でも大変だったね、本当に。でもすごいね、こんな綺麗にびっしり詰めて。こんなもん、何も、何されてもいいんじゃない、これ。最近壊れがちだから、神風の家。困るんだ。でもおかしいよね、あのビルどこ行っちゃったんだろうね。なかったし、なんか結局。あ、そうなんだよ。でもなくなったってことはなさそうな気がするんだよな。どっかに飛ばされた飛ばされたと思ってる。おお、じゃあ俺内装を手伝ってあげるから、ダメだぜ、この外の、なんだろう、この庭とか作ってあったら、水とか。あ、そうだな、おしゃれに。みたいなの言ってたもんな、俺。うん、そうだな、確かに。自分で言ったことは思いましょう。よーし、ということで。今回もこのコマンドブロックを使って、ここにしよっかな。よいしょ、よいしょと。で、よいしょ、よいしょ。で、完成。簡単だ。やっぱコマンドって世界を変えるよな。黒曜石ブロックも別にクリエイティブなんで。簡単にこれで問題です。お、神業作ってますね。あ、ここ開いてた。スペクテーターモードで監視しよう。まず整備してますね、神業。早すぎ休憩。早く作ってよかったわ。よし。うまいな。あ、やばい。家行く。家行く。はい、そこへ。パパ、どこいる？あ、カメラに残った。あ、いるぞ。ちょっと待って、俺頑張って今家作ってたよね。なんだこれは一体。俺様は今片手になぜか加圧を持っている。うっ。何？もしかして俺様は今、空間を踏んで家がぶっ壊れたと言ったことか？あとなぜかわかんないけど、ここに黒曜石の壁がある。やばい、感想が警戒してる。そしてなぜか家には C チャンネルがいやがった。え？壊れたかな？見ては C チャンネル。おー、やったとろーい。え、神風、俺じゃないよ。おー、やったとろーい。俺じゃないよ。だって、無理だろ、こんな短時間で。まあ、確かに。無理だな。あ、俺を疑ってなかった。え、でもなんでこれ消えてんの、これ。いつも消えてんじゃん。やっぱ無理だろ。違う。神風が悪いんじゃないの。なんか踏んだりやったんじゃないの。俺悪いことやってんだよ。無理だろ、絶対。俺悪いとかいいやつはおめえだ。いや、なんか踏んでんじゃない、知らないけど。俺は踏んでない。踏んだっていうか、スイッチを押したっていうか。え、踏んでるな、俺も。それじゃない、じゃあ。これ何なんださっきから。え、知らない。全く。考えてる。怪しいね。怪しいって言ってる。まあ、C チャンネルの可能性もやっぱり捨てきれないな。やばい。C チャンネルごめん。え？俺は今から一人暮らししてくるわ。ああ。俺の可能性を疑ってますね、彼。わかった、じゃあ。バイバイ、神風。しばらく。またな。ちょっと寂しいけど。バイバイ。まあ、寂しいが、うん、俺様寂しくてもなんともないね。俺絶対俺だと思ってる。よし、じゃあもうこれ緊急ですね。これ最終日しよう。ちょっと7日目、3日ぐらい経った後にまた行くわ。その頃にはとんでもないものを用意していこう。よしよしよし。では3日後、会いましょう、また。よし、ということで1週間目、立ちました。最後の日ですね。ちなみに神風を座標、まあ、どこにいるかなって、まあ、調べてみたんですけど、この辺にいるんですけども、どこにいるのかな。ん、あ、いる。あ、ひっそりと暮らしてる。あいつ豪邸建てずに金装備だし。なるほどね。ちなみに今なんと C チャンネル、この鉄の斧持ってるじゃないですか。特殊な能力の斧で、これ皆さん見てくださいよ。いきますよ。はい、すごい。すごくないですか、これ。そう、この斧、なんとね、物理演算法則というんですかね、働いて、見てください、めちゃくちゃになります、これ。この斧とかを使って、神風の家を最後、壊してあげようかなと思います。特殊な木材で作ってようが関係ないんだぜ。最強な斧だからね。どこだ、神風。あれ、
いるかなこれ。あ、いるいるいる。よし。神風、久しぶり。やっほー。え？これはもしかして。あ、久々。ちょっと遠いよ、ここ。どこだよ、座標。遠い。これはな、家からだいたい5000分離れてる。5000分離れてる。よくわかったな、ほんとに。俺、帰りたくても帰れなくて、帰ったんだよ。帰りたくて帰れないから。なんだよ、帰りたくて、この家、借りで建ててたのかよ。そうだよ。なんだよ、それ。でも、この家も。いや、もう帰ろうよ。あ、もう帰ろうかな。俺、場所してるから。俺、ここの生活、トラップタワーとか作っても金とか集め放題だからさ。トラップタワーないけど、あ、下にあるのかな。あ、すごいすごいすごい、本当に作ってんじゃん。そうそうそう、結構あるんだよな。まあ、こういったわけだから、Cチャンネルはこっちで生活しないか。いや、いいわ、神尾さん。楽しいぞ。え、この家もういらないと思うよ、俺。俺は必要だと思うけどな。なんだって、俺様が頑張って汗水垂らして作った家だからな。これ壊した方がいいんじゃない？これ壊すってなんで壊してしまうんだよ。家でも取っとけばいいだろ。いやいや、こんなで景観が悪いし、これちょっと壊すよ。これ景観はいいよ。ちょっとこの辺もいらないな、これ。ちょっと待って、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 なんでなんでなんで、痛い痛い痛い、壊すよ、これいらないよ、ここら辺。ちょっと待ってよ。あらら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 、これすごくない？これ。人まで壊した。おら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 。俺さ、俺出せないよ。ああ、待って待って。ああ、蹴っ飛ばした。怖い。大丈夫大丈夫。大丈夫、これあげるから許して。これを持って帰ろう。おお、おお、ダイヤモンドは嬉しいな。で、すると思うだよ、死んじゃって。拾ってよ、ちゃんと。あ、拾ってる、拾った。おい、これはね、努力の結晶なんだよ。全然努力の結晶だよ、一緒に作れるわ。バイバーイ。とりあえず一緒に作ろうね。一人でする。うん、やだ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 。来るな、来るなじゃない。いいなよ、俺も。あ、次こいつ泳ぐの。動画がいいねと思ったら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。俺様のチャンネルも絶対